プレックストークプレックストークは品野ン市による視覚障害者用デジタル録音図書読書関連機器およびソフトウェアに用いられるブランドである。プレックストークは品野ン市が供給する視覚障害者における情報保障に資する関連機器およびソフトウェア製品群に用いるブランドであり、視覚障害者用デジタル録音図書の規格であるデイジーに基づいた製品群となっている。 視覚障害者自身の用いる機器及びソフトウェア、視覚障害者用デジタル録音図書制作者の用いる機器及びソフトウェアに対別される。視覚障害者自身の用いる機器及びソフトウェアとしては、プレックストックリンクポケット、プレックストック p t r に、プレックストック p t n に、プレックストックポケット PTP1 ネット、プレックストックが提供されている。 ネットプレックストックは日本展示図書館と日本ライトハウス盲人情報文化センターが共同で運営し視覚障害者用デジタル録音図書群を収容するビブリオネットの蔵書を再生ダウンロードするためのソフトウェアであり著作権保護と情報保障の両立を図るスキームとして情報保障分野において重要な役割を担っている 視覚障害者用デジタル録音図書制作者の用いる機器及びソフトウェアとしては、プレックストック DR-1、プレックスコーピア PXDM300A、PRS プロが提供されている。なお、上述の PTR2 には PRS が付属されている。ありがとうございます。